こんにちは、青森の小野です。先日ですね、年越し大寒波というやつが青森県にもやってきまして、大雪が降りました。なのでね、マギストーブをインストールしたバグトラックで、よし、ちょうどいいタイミングだと思って、お餅を焼いたり、肉を焼いたりして雪中キャンプを楽しんできたんですが、今回の動画はね、後編になります。なのでまだ前編を見てない人はそちらを見てからだと楽しめる内容になってるんじゃないかなというふうに思います。後編はですね、トラックの2台で一泊して、極寒の中無事に乗り切って朝を迎えたというところから始まります。ぜひ最後まで見ていただきたいなと思います。今本来がマイナス 2.3 度、外の気温は7度、マイナス7度です。いや、さすがに寒い。さすがにね、身の危険を感じる感じ。さすがにやっぱ結構寒いっすね。ポータブルバッテリーが寒さのせいでだと思うんですけど、めちゃくちゃ早いバッテリーの減りが。電気毛布を使ってたんですけど、この電気毛布が数多くのバッテリーがなくなったら消えちゃうから、そうなるとやばいなって、若干この身の危険を感じるほどの寒さでしたけども、あー寒かったな。あと風強かった。さすがっすね、さすが寒波。でもこんだけ風強くても全然やっぱ煙突大丈夫そうだし、多分まあ若干風でバタついてうるさかったけど、もう全然問題なかったですね。あと風がすごいからちょっと開けた窓からもう雪が車の中に入り込んじゃって、いやー過酷ですね。楽しい。ミスったのがね、コーヒー忘れてきたんだよな。コーヒーがあればね、あったかいコーヒーを飲んで朝あったまろうと思ったけど、まあしょうがないな、忘れちゃったから。はあ、どんどん気温下がってんだ。今マイナス 7.2 度ですよ。どうなってんだ。夜の方がさ、暖かかったっすね。
はい、このね餅なんですけども、昨日の夜に鶏肉をコーラで煮たものを作ったんですが、それの残り汁で食べてるんですけども、めちゃくちゃ美味しかったです。この甘辛でかなり煮詰まってるタレがトロンとしてるので餅にうまく絡みついて本当の相性良かったんで、この餅の食べ方としてはコーラ煮の残り汁で雑炊を作ってるのがね、かなりおすすめできます。これ野菜入れたりしてもね、最高に美味しいと思います。あとですね、この餅の食べ方なんですけど、薪ストーブの動画をインターネットで調べてたら出てきたやつなんですが、切り餅を薪ストーブにギューッと押し付けて、なんかおこげみたいなのを作って食べるっていう動画が出てきたんですよ。これ前からやってみたいなと思ってて、今回試してみたんですけども、これ面白かったですね。昔はこういう食べ方をよくしてたみたいなんですけど、僕初めて見て、なんて言ったらいいのかな、こう薄いパリパリの、言ったらせんべいみたいな、薄いおせんべいみたいなものが出来上がるんですけども、まあ、そのまま食べても美味しいし、ちょっと塩振ったりとか、まあ、さっきの漬け汁みたいなのにつけて食べたりしても美味しいんじゃないかなと思います。ちょっと興味ある方はぜひやってみてほしいなと思います。なんかコツは強めにゆっくり押し当てるといい感じでパリパリが出来上がるんですけど、こうちょ 手が邪魔だな、これちょっとこうギューッと押し付けてゆっくり伸ばすってなるといい感じで出来上がります。最初ねちょっと難しくて焦げさせちゃったりしたんですけど、何回かやると結構簡単にできるようになりますんで、これもおすすめの食べ方です。はい、ということで今回の動画は青森に来た年越し大寒波の大雪の中、雪中薪ストーブキャンプをやってみたという動画でした。今年のね目標だったんで、ずっとこの薪ストーブをねインストールしたバグトラックで大雪が降る中でぜひやりたいと思ってたんですが、雪が降りすぎて山に入れなかったりとか、なんかあったかくなっちゃって雨になったりとかで、タイミングがうまくずっと合わなかったんですが、今回無事に、やれました。目標達成できたのですごく良かったです。相当寒かったですけども、やっぱり過酷であれば過酷であるほど薪ストーブのソロキャンプはね面白くなるなというふうに実感しましたんで、ぜひ、安全にはね、くれぐれも気をつけて薪ストーブキャンプ、雪中キャンプ楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、青森の小野でした。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。